香川県小豆島町の二十四の瞳映画村では5月5日の端午の節句を前に毎年この時期から鯉のぼりを掲げています。映画村は小豆島出身の作家坪井栄の小説二十四の瞳を映画化した際のセットを利用した施設で、掲げられた鯉のぼりの数は作品に登場する子どもの数と同じ12匹です。周囲ではおよそ3万5,000本の菜の花が見頃を迎えていて、訪れた人たちは鮮やかな色彩の競演を楽しんでいました。なかなかこういう景色はないですよね。鯉のぼりとこの菜の花をマッチしたこの風景はね。そうですよね。最高だね。来た甲斐があったですね。なんかすごい映えるなって思ったんで来ました。映えました。映えました。鯉のぼりは来月6日まで掲げられ、菜の花との共演は今月いっぱい楽しめるということです。